サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S2SC-03D ドコモネクストシリーズギャラクシー S2LTSC-03D は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末である世界モデル ギャラクシー S2LTE の日本モデルとなる。ドコモネクストシリーズの一つ。製品番号は SGHN034。2011年夏モデルのスマートフォンギャラクシー S2SC-02C の派生モデルとなる。ただ派生モデルとはいえ、通信機能では日本のスマートフォンとしては初のロングタームエボリューション対応となった他端末の サイズやディスプレイのサイズが一回り大きくなっている。またクシーの通信では、最大 75Mbps の超高速通信が、可能の捕獲 C エリア以外では、HSDPA14Mbps に対応し、高速な 3G 通信に対応しているおり、Wi-Fi においても、IEEE802.11A、B、G、N デュアルチャンネルに対応し、 最大 300Mbps の通信が利用可能となる。また Wi-Fi テザリング機能にも対応したことで、本機が 14Mbps 対応のモバイル Wi-Fi ルータとして動作が可能となる SC-02C では搭載されていたワンセグは、このモデルでは非搭載となっているが、世界モデルと同様にこのモデルでは、日本初の NFC が搭載されている。ディスプレイは、 SC-02C に引き続き高コントラストと鮮やかな発色の有機エルディスプレイが搭載されている。i モード搭載携帯電話機能の i チャンネルやビートブ、メロディコール、ドコモチズナビといった機能が利用可能となっているほか、2011年から2012年冬、モデルより利用が可能となった D メニューが利用可能となる。UI においては、サムスン独自 UI のほか、 どこもパレット UI も利用可能となる。フル HD 動画の録画、再生に対応。マイクロ USB 端子から HDMI へ出力する HDMI 変換ケーブル SC01、または各メーカーから出ている MHL 変換アダプターを使うことにより、Galaxy S2 LTE で録画した映像を対応のテレビに出力させることができる。サムスン返すと言われる。 PC 連携ソフトをパソコンにインストールすることで、連絡先、カレンダーの編集、保存、アウトルックとの同期、さらに、メールやメモ、画像、動画、音楽などの管理、編集が可能となる。また OS のバージョンアップを行う際などにも利用することとなる。ブラウザは、Google Chrome Lite ベースのものが搭載され、Android OS 2.3の特徴でもある。 フラッシュプレイヤー10.3がアドオンされている。また、JavaScript もサポートされている。これにより、パソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザで YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる他フラッシュゲームなども動作する。セラミックホワイトは、約四グラム対応プロファイル HSP、HFP、 OPP, A2DP, AVRCP, SPP, HID, p b a p SAP 受信時 75Mbps, 送信時 25Mbps 受信時 14Mbps, 送信時 5.7Mbps, 報道発表資料。2011から2012当春モデルの2機種を発売お知らせ NTT ドコモ。 報道発表資料、ドコモネクストシリーズギャラクシー S2 LTSC-03D e 楽楽本ベーシック3に新色を追加を知らせ、NTT ドコモ。ありがとうございます。